スリープフリークス講師の大鶴です。はい、キューベースのシリーズ、今回はキーエディターの画面について理解をしていきましょう。まず打ち込みの方法には2種類あるんですけれども、1つがマウスを使って画面上で打ち込みをしていく方法、もう1つはミディキーボードを使って実際に演奏しながら打ち込みをしていく方法です。今回は画面上でドラムを打ち込んでいくという前提で進めてまいります。マウスを使って打ち込んでいくには、まず打ち込むための入れ物を作る必要があります。入れ物の作り方は、上のツールから鉛筆を選んで、そしてクリック、このままドラッグすると同時に長さを決めることもできます。この打ち込む入れ物のことをイベントと呼びます。イベントをダブルクリックするとキーエディターが開きます。キーエディターから戻るには、バツ印で閉じるか、もしくはキーボードのエンターキー、こちらで戻ることもできます。もう一度入って画面の構造を理解していきましょう。キーエディターは別名ピアノロールとも呼ばれていて、このマトリックスの縦軸が音の高さに対応しています。ということで、この左端にピアノの鍵盤で音の高さが表示してあるということになっています。この鍵盤をクリックすると、試しに音を出してみることができます。今回はドラムなんで音階ないですけれども、試しに出してみましょう。はい、こんな感じですね。このキーエディターに打ち込んでいくには、画面上のツールから鉛筆を選択して、これでクリックをしていきます。はい、こんな感じですね。で、もちろんこのキーエディターの横軸は時間の流れになっていますので、ここに小節だとか拍が表示されているルーラーがついています。はい、今回はまずこの画面の構造を理解していただいて、詳しい打ち込み方はまた次回に引き続きということにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。